長っ。ちょっといいこと知っちゃったか。何ですかそれ。やばい、知識がついていくだんだん。使わせてもらおう。使わないんだ。ダメだよ。許さ、やった、1600いったー。いやでも俺のちょっとさ、一回うまい、ちょっとプロの JP 見に行こう。ちょっと見たい。ちょそろそろインプットしよう。お、ありがとう。アクアさん見るか。ジョスクールマジ強えな。はい、あ、まあそうよな。俺ももっとそこ、そういうグラガリしたい。え、台形って当たって中盤入んの、初めて知ったんだけど。ちょっと待って、待って、やばい、ラウンドが終わっちまった。ボタン操作ミスで最悪や、最悪や。ああ、ダイスポ打っちゃうとかね。なるほどね。立ち中継も割と降ってんな。うわー、今止めようとしてたけど。打ってくんだ。うわー、ゲージないなった。台形しゃがみ中ピンちょっと狙いに行くか。あ、やっぱそうよな、中ピンとかで止めなきゃいけないよな。でもなんか入れ込んでるね、ジャックスポ。設置の後何してんだろう。あー、やっぱ様子見が多いな。ここから勝つま、ジャックで打ってるわ。長っ。はあ、なるほど、なるほど、なるほど。台形、台形いいですね。台形やっぱもっと使うべきだね。あの、設置して、設置した後じわじわやってガードさせた後の式狩り、投げ狩りだなね。対空の後は弾の方がいいな。変えよう。俺ずっと設置してたわ。まあでもだって設置って弱いもんな。結局投げられたら消えちゃうし、相手狙ってくるしな。で、中段とか打たないね、全然。弱打ってるわ、弾。下段とか打たないんだ。で、やっぱ球をフェイント入れていかないとダメだな、飛ばれた時用に。
いや止めてるわ。うわー強その連携。なるほど、出し切って球か。ちょっと待ってください。何ですか。え待って、これってえあれって中段入ったら立ち中継入んの。投げうがつ弱弱中段。弱P ガードさせた前で中下段、中下の球打つと持続ヒットでプラ8。ちょっといいこと知っちゃったか。弱P じゃないとダメですか。弱P 中段。ちょっといいね、覚えとこう。帯さん、帯さんって俺聞いたことあるぞ。帯さん、いえ前なので大攻撃後とかでも同じです。はあ、じゃあ大攻撃中段とかでも入るんや。帯さんってさ5で竜使ってた？ちょっとごめん、俺の記憶が赤坂あやふやベガ、ごめんなさい違う人でした。JP ディスコードの人なんだ。もうじゃあ何でも教えてもらえるやん。ちょっと帯さんの見よう。ちょっと JP バトル見たいわ。さすがに勝ってる試合を見よう。ちょっと待って、俺帯さんとスキンと色一緒なんやけど。いやわかる、このスキンの4番コースが一番かっこいい。 JP はわかりみ。待ってもうやっぱりこれ大事だぞ。みんなこれ見てて、みんないくよ。はあ、大P中段。なるほどね、近距離でもいいんだ、さっきみたいな時にやるんだ。ああ、なるほど、確かに弾ガードさせて安全に敵の近くまで飛んで密着のタコを作るのもいいな。お、いいぞ、どんどん出てくる。連携が出てくる。なるほどね、設置して OD の球打って近距離まで行って投げか打撃か。なるほどね、わかりました、鶏飯なんかより丁寧に教えますよ。やばい、俺の師匠が。でも俺の師匠最近 DJ 触ってるらしいしな。ってことは鳥飯さんの説明で理解できてる俺は、帯さんの説明で余裕で理解できるってこと。あー、やっぱそうよな、この敵を固める時の弾は中段とかじゃない方がやっぱ弱で打ってるね。いやでもリプレイ見ると分かってくるぞ。何ですかそれ、待ってください。何の状況ですかこれは。どの状況。 SA 君の行く末を教えよう、ハメ中。
何した？マイステ、ジャックキック、バックステップ、はぁー、 SS リナとマイステ壊してプラゴ、はぁー、やばい、知識がついていく、だんだん弱玉の方が相手への到達が早い。え、そうなん？ちょっと待って、知らないんだけど、そんなん、そうなん？弱玉の方が強いん？え、じゃあ立ち回りで振るの弱玉の方がいいやん。うわ、だから俺ドライブラッシュで抜けられたり。なるほど、ちょっと一回、ちょっと三つだな。まず SA3 を打った後マイステ壊しでプラゴ、投げか打撃のタクに行ける。で OD トルバラン打ってる時にワープすれば安全に SA2、 あと画面端で大パンとコパン2回から、大パンオアコパン2回からの中段で弱パンチと中キックが入る。で壁板の後、前台系中スポー、大パン、ふがし、設置、最速ワープがいけると。 OK、 これだけ覚えるだけでだいぶレパートリー増えそうで、対空を弾にする。で立ち回りで使う弾は弱。うわ、ありがてえ、これ知れたのでかっ。スリスリなんと前に突っ込んでプラグ、はいはい。